はい、どうもこんにちは、フーガです。前回からため撮りです。はい、じゃあ行きましょう。いざ、またなんか一周回りそうだよな今回は鳥居ですね。鳥居はもう結構見ちゃったんで嫌というほど見た気もするけどな。いや、いいですね。なんかこの不気味な雰囲気がいい。お化け屋敷みたいだね。はい、いや、いいなぁ。こういうのはいいと思う。お、新しい。ワイーン。これ、おなじみの、おなじみ四天王ですよ。火星の水。色変わっただけかい、これ。もう、本州。お、南極からのタバコ。それは、果たして美味しいのか、タバコとして。常に、行く屋に ?1982。口用の高い煙わけわからん。葉巻の自販機は初めてですね。何このライトアップ、すげえ怖い合わないんだけど、こういう場所に雰囲気に合わないよね。ライトアップとか結構急に近代化してすぎて、うお、怖えなんか出て、強いやつ出てきそうだね。でもさっき新キャラ出たばっかだからな。はいはい、やばい、充電がない。コントローラーの充電がない。ちょっと刺しますよ。充電器をやっていきましょう。ちょっとどういう状況だったかな。なんか剣跳ね返されてんだよな。ちょっと、はい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 、ガードを覚えたのこいつら。いよいよ、クソ、こいつら学習しやがる。クソ、ちゃんと爪でガードすること覚えやがった。手裏剣ガードできまい。ほわほわ、あた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 。戦闘パートが多いのはまあいいことですけど。おお、はい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 、なんかたまに出てくるやつ出たな。あんま見ないけどちょっと敵にバリエーションが欲しいね。なんかみんな同じに見えちゃうんだよね。そろそろなんか変わったやつ出てきてほしいな変わったやつ。だから人が出てきた時ちょっと嬉しかったんだよね。はい、 OK、 頭切ればもう一撃ですから。そこはどの敵も変わりませんねひどいありさまだなこれ。うわー、女の人、うわー、焼きやがったこいつら、容赦ねえまあこんなことしといて今さら容赦ねえっていうのはねはい、あーちゃー、かわいそうに。すごいなこれ、うわー、これ口と鼻をもう、うわ、左目か、えぐえぐいな。よし、ちゃんと補充して。まだ BGM が流れてますね。敵がどっかにいるはずですひどいな、何があったんだ。人間に何の恨みがあるんだこれいるね、まだ弾いちゃうね。たまにはリボルバーも使ってあげないと。オッケー、こんなもんでしょう。なかなか手裏剣4以上取れませんね。4は1回取ったぐらいかな。お、立派な鳥居だ。まあ広島なんで、広島出身なんで、厳島神社思い出すな。厳島神社はこんなとこじゃないけどね。どちらかというと京都をモデルにしたゲームっぽいんで、京都とか関東らへんかな。うん、はい、昔の東京みたいな。まあ昔の東京知りませんけどはい、室内です。あれ、あ、また外出んのかい。なんかその、なんでしょう、なんていうのかな、1個、うわ、ちっちゃ、意外とちっちゃかったんだねてか50の塔はもう通り過ぎたのかな。通り過ぎたみたいですね。
ちょっと観光していこうっていう気持ちはないのかな。もう、うん？ちょっと待って、ウサギの声がしたぞ今。ここにここにもうチャプター変わったんだからいい加減ウサギいなくなれよ。いつまでいるんだよ。いつまでセックスしてんだよお前ら。やりすぎだぞ。やりすぎやりすぎ。はい。これもこれか。あれ？これどうやって取るんだっけ？四角か。カルマ。カルマか。よし、オッケー。カルマは多分何回か見過ごしてんだろうな。こういうとこにあるってことは。でも割とこういう隠しアイテムが結構見やすいですよね、このゲーム。おっと、まだ50の通り過ぎてないですね。お、今度は月が綺麗。これで花火上がったら最高だろうな。50の塔はちょっと一定の距離保ってもう外回りしていく感じなんですね。あ、これどっかでも本当に厳島神社みたい。厳島神社こういうとこがあるんですよ。そうそうそう、実際行ったことあるんですけど、こういうとこがある。で、灯籠だっけ、灯籠でやってますよね。あるんで、こういう水辺に浮いた感じで、あれ違うかな、こういうの確かあった気がするんだけど、映画村だったかな。どっちだったかな、忘れちゃった。いやでもこういうところをまだ映画村とか厳島神社が残してくれてるのは本当嬉しいですよね。まあ日本人としても嬉しいですし、海外から来た人も、まあそうですね、やっぱり日本のことを知るっつったらネットのことになると思うんで、まあどうなんでしょう、日本ってどんなとこだろうなっていうのは、伝わりづらいんじゃないですかね、ネットだと。まあでもそうですね、教科書とかで日本のことを学ぶことがあったら、やっぱりこういうとこなんだなっていうのはあると思うんで、やっぱり昔の日本とかが残ってるのはいいことだと思いますけどね。まあ、海外とかどうなんでしょう、西部劇みたいなああいうとこが残ってるのかな。まあ、日本ですと映画村とか、まあ僕は映画村しか行ったことありませんけど、そういうとこはね、もうそういうのはやっぱり残していくべきだなと思いますけどね。はい。まあすごい語っちゃったな、なんか。そんなに別に詳しいわけでもないんだけど。クロスボウめっちゃ手に入るな。そんなに使わないんだけどな。これなんか、なんか血がこの体に留まってるのが怖いですよね。普通なんかビシャって他になんかなってるじゃないですか。それなってないのが怖いんだろうな。ないですね、特に。急須。そういう角度で切ってはないから。おぉ。おぉ、いいね。畳とか机とか切ってみたいよね。この人切ったらお金が手に入ったんだよ、こういうの。人形切ったら。おバスローブ。おい。はい。おぉ。血の海じゃねえか、血風呂じゃねえか。あー気持ちいいっつって。うわー、もうちょっとバス、なんかあれで、あれなんか、ちょっと期待しちゃったんだけどな、まさかやっぱ敵がいるわな。こういう目のつくとこに、ここにはやっぱ敵がいますよね、普通に。と、出口を探せねば、出口どこだ、出口、出口、出口はこっちかな、戻っちゃいますね。こっちか。ん？こっちだよな、多分。違うか。こっちか。どっちだ？あ、こっちはこっちだ。はい。おお、もう近づいてるんだけど、なかなか行けないですね、五重の塔。そろそろ行きたいんだけど。五重の塔はね、ちょっと行ったことあると思うんですけど、全然覚えてないですよね、内装とか。内装は、あ、でも入れない、入れないか。覚えてないよ。本当にそこら辺まで覚えてないから。入れたかどうかも覚えてないから。入れなかったかな。なんか入れた気がするんだよな。まあ、ああいうとこはまあ、普通入らないのが基本だと思いますけどね。今の日本人が入っていい場所じゃないと思うんだよな。入れたかな。何年前のことかな。中学のことだから、わかんない、覚えてないや。よいしょ。はい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 。なかなか敵も全体的に凶暴になってきましたね。ザコがちょっといなくなってきてる感じ。なんか中ザコキャラみたいな。よっ。じゃあクロスボウ使いましょう。強いな、やっぱり。なんかポンプで
発射してんのかな。それだとやっぱ強いよな。スノークロスボウってどういう仕込みになってるかわかんないけど、あれはなんかそうですね、バネでビヨーンってなんか、お、押し絵 3.5 か、微妙だな。よし、じゃあさささっと行きましょう。ちょっと、おお、え、何、なんか3種類ある。3つ壊さなきゃダメなのか。ちょ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 、観光させろや。3つか、室内に3つあんのかな、もしかして。うわ、なんか起きそう。なんか起きそうだよ。くそ、ほらクロスボウ強え。また風呂だ。風呂こんな感じになってんだ。へえ。うわ、黒、木製か、いいね。木製の風呂って実際どうなんだろう。大体プラスチックじゃねえや。なんだ、何でできてんだあれは。そっかそっか。でもご自分のとこ行くっぽいですね。とりあえず先に進むには3つのあれ開けなきゃいけないらしいんで、じゃあここで終わりましょうか。10分ちょっと取った感じですけど、はい、あれは遠距離でいけるんじゃないか。ダメか。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いよいよ五重の塔に行けるのかな。まあさすがに見れるだけじゃ終わらないと思いますけど。おっと、あれは大仏さんですね。何の大仏か知りませんけど、とりあえず打っておきましょう。やってしまった、バチ当たりな。やってしまった。でも行ってしまったら戦闘が始まりそうなんで次回にします。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。